デニー・メイスはアメリカ人の近現代美術家、現代アーティストである。ニューヨーク市に生まれ、現在は日本に今日構えており、両国の美術界で活動している。デニー・メイスはボールペンで描く微細な作品で知られている。彼はボールペン画の先駆者とみなされます。彼のイマジネーションはまた、イラストやコミックアートの印刷物などの商業分野にも発揮されている。 美術評論家たちは彼を落書きのダヴィンチもしくはボールペンを握ったピカソと称している。1994年から日本に在住。現在、アメリカと日本の両方の芸術業界で活躍中。彼を支援している東京都心のヘアサロンではアーティスト手作りのインテリアの中にオリジナル作品を展示しており、レニー・メイス、感実感を兼ねている。メイス、彼自身によれば、 彼は自分の名前を書く前から描いていた。彼にとって退屈は存在しませんと断言している。描くことは彼にとって他に楽しみがない時に楽しみを得る方法あまりあるイマジネーションも集中することに役立っている。インスピレーションはいつも思わぬ時に思わぬところから湧いてくる。そしてもし新しいアイデアに窮したとしても彼には、 何度生まれ変わっても困らないくらいのストックがある。ティーンエージャーの頃、彼はニューヨークのアートデザイン高校、スクール・オブ・ビジュアル・アーツ大学に合格したが、どちらにも通学することはなかった。アメリカで10代の時、彼は芸術功労賞の最高賞、ゴールド・キーを受賞。デニー・メイスは芸術媒体として、ボールペンを使用することを通じて、彼の洞察力を表現している。 単にどこにでもある道具であるという点がルーツであり、彼の絵描きとしての方向性を幼い頃に決定づけた。労働者階級の家庭で育った彼にとって最も入手しやすい画材はボールペンだった。この便利な画材は彼の創造的な本能を煽るのに十分であり、インスピレーションが湧くままに描くことを許した。ボールペンの芸術性は限定的だという認識に対して、 メイスはそれはとても多彩であると反論する。彼は木材、デニム、革など様々な表面に描き、一時的な入れずのように肌に直接描く。評論家もメイスがボールペンを介して実現する色やトーンの驚くべき範囲についてコメントしている。メイスのアートワークに慣れていない観客はどんな媒体を使って描かれているのか困惑するだろうが、 近づいてみることによって、細かい陰影線が明らかになる。しかし、メースの作品は、綿密な確認をしても、まるで線が消えたような錯覚を覚えさせる、鮮やかなトーンを再現している。メースはこれを、驚きの要素と捉え、念入りな試みで観客を感動させるだけではなく、自分自身の能力の限界にも挑戦をしている。宇宙猫パレード着色ボールペン。 金物、紙1 3 0 x 9 2センチメートル。一方、精度の高い線描自体がアーティストの他の興味を喚起している。ボールペンはブラシを使用して効果的に描かれていたものとはまた違ったシャープなラインを可能にする。メイスは、は、時に機械的とも取れる彼の作品に見受けられる技法は長らくボールペンで描いてきたことによるものだという。 特に思考、視覚、感覚の強調を磨いたことに起因すると、実際彼がボールペンに惹かれるのは他の芸術家たちであれば避けて通る挑戦があるからで、あろう、マイナスボールペンの持つ不可逆性である。ボールペンで描くことは一度線を引けば戻すことができないため、保護ネットなしに綱渡りをするようなものとレニーメイスは強する。そのため、ペンは紙に触れるより先に、 頭の中で描画が始まっているとのこと。メイスは、その直感、即時性が許されざる結果を招く、可能性を否定せず、そのように湧いてきて、そのまま作品になり、そのまま見るものに記憶される、以上とコメントしている。レニー・メイスのプロとしての制作活動は1980年代半ばに、彼の故郷であるニューヨークで始まった。その期間に彼は、 イラストレーターとして認識されることとなった。彼の初期のイラストレーションは1987年にハイタイムズ誌に登場している。ハイタイムズ誌への顕著な貢献には2つのカバーイラストが含まれる。最初の1つは1988年11月号に掲載され、もう1つは1992年に掲載された。それ以来、彼の作品はハイタイムズ誌から、 ニューヨークタイムズ新聞に至る広い範囲で取り上げられ続けている。彼の作品に描かれるイメージは交渉でもあり世俗的でもある。メースのイラストレーションやその他の作品は黒のシンプルな描線から様々な色の描写まで最初からボールペンのみを使用して描かれている。1980年代後半の同じ時期にメースのイラストレーションは ニューヨークの週刊タブロイド誌スクリューにも頻繁に登場している。スクリュー誌や1990年代初期のハスラー氏における性的な性質の表現はメイスにエロティック・アーティストという評価を与えた。これはまた彼の作品がアルスエロティカのような国際的エロティック・アート・アンソロジーに紹介されることにつながった。メイスは 新進アーティストに仕事と露出を提供しているニューヨークに拠点を置く企業に対して貢献するグループの中にいた。これらのアーティストの多くはリスナーがスポンサーであるフリーフォームラジオ局 w f m u をサポートしていた。ラジオ局の支援の募金キャンペーンに作品を寄付した。メースは週刊新聞ニューヨークプレスが最も人気があった頃の著名な貢献者でもあった。 レニー・メイスのボールペン画の最初のワンマン古典は1990年代の初めに始まった。彼の初期の展覧会では彼のイラスト原画と彼自身の新作が展示されていました。雑誌などで掲載されたイラストの原画が展示されファンにとっては二度楽しむことができた。それによりニューヨークの新聞や雑誌が注目し保証した。媒体の多くは雇用を提供し 彼の才能を奨励しました。メイス自身のオリジナル作品が徐々に増えたため、イラストの展示が減少しました。最初からメイスはペンマンシップやインコーパーイテッドのようなボールペンに関する目立つ言葉遊びで巧妙な展示会のタイトルをつけました。プラペンテントペンパルテンなどの最近の展覧会のタイトルも同様に巧みに名付けている。 アメリカの芸術の作家、カルロ・マコーミックは、メースの初期ニューヨーク展覧会の批評に落書きのダ・ビンチと評した。レニー・メース、ボディアートのボールペンが、メースと日本の関係は1993年に東京で企業の依頼で始まった。それ以来、彼は定期的に東京で展示会や日本企業とのコラボレーションなど活動の場を広げている。 日本での初期の頃、メースは東京のナイトクラブでドリンクと引き換えにお客様の衣類や肌にボールペンの絵を描くことで人気を博した。このような活動は映画やファッションイベント、ミュージックビデオのために入れ墨イラストを描く仕事につながった。イラストの仕事は東京の国際コミュニティの場にも広がった。肖像画も日本での仕事の人気の一つとなる。 メースはボールペンで人物やペットも描く。日本での展示会は時折伊勢丹でも行われる。東京新宿本店だけでなく他の支店でも開催された。メースはフェブライオディアレス社のお抱えアーティストとなった。アレス社長はメースの日本での主要サポーターの一人である。メースの才能をアレス社のイラスト、ロゴやフォントデザインや 装飾美術に活かし、さらに建築やインテリアデザインの新しい分野での才能を発揮した。2004年の全国デザイン大会のため、アレスより委託を受けた3体のマネキン作品の一つは、成功に製造されたサイバーパンクの髪型の演出が高い評価を受け、大賞を受賞した。日本におけるメイスの大規模プロジェクトの多くはアレスから委託された。これらのプロジェクトには完全は、 インテリアデザインや建築の外装デザインも時折含まれていた。それはアレスのオーナーが所有するメース作品を展示するために原宿のサロンを改装するというシンプルなものから始まった。最初のプロジェクトに対する顧客の満足度と熱意がさらなる展示スペースの提供、インテリア全体までを含む仕事への広がりを導いた。サロンを開いたままであっても、 この作業は2000年から2002年の約2年間続くこととなった。サロンの入り口の壁は一際注目された。ポールペンの壁画とマルチメディアの導入がヘアメイク観光物及び一般のマスコミにも広く紹介された。サロンは2002年2月2日、正式にデニーメイスベジームとして再オープンした。デニーメイスは流暢に日本語を話します。 彼は日本語の読み書きもある程度でき、彼は漢字、かな、ローマ字を組み合わせ文章を書きます。ありがとうございます。